はいどうも皆さんこんにちは、ピピンエピ生き物チャンネルです。今日はクワガタの掘り出しなんですけれども、ちょっとね大半は動画外でね掘り出しちゃったんですよ。なので動画ね撮ればよかったんですけど、これしか残ってなくて、一応うちにいる、他のね同じ種類のクワガタの紹介も少ししようかなと思います。はい、で掘り出すのはですね、ダビソン二股クワガタです。結構ね面白いクワガタでして、上肢お尻羽のね硬いところの部分が赤くなる。でこれだけちょっと残ってて、オスって書いてあるんであんまり大きくないかもしれないんですけど、ちょっと綺麗なんで掘り出してみようと思います。よっしゃ、情けない。生えるならもっと力強く生えてくれ。はい、ということで菌糸ですね、幼虫の餌です。これですね、掘り出していきますよ。ダビソン二股クワガタね、二股クワガタの中ではだいぶ簡単な部類に入るということですので、皆さんねぜひ見かけたらチャレンジしてみてはいかがでしょうか。と言ってる間にもう出てきていますね。よし、じゃあ出しちゃいましょう。よいしょ、あれ、よし、よし、出した。ちょー、まあまあですね、まあまあかな。よし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 、ちょっと汚いな、掃除しますか。あ、ちっちゃい、すまん、君をこんなに小さくしてしまったのは私の責任であります。大変申し訳ない。あれ、これはちょっと珍しい不全だぞ。これちょっと珍しい不全だな。不全っていうのはですね、さなぎから、このようにね硬くなって羽化する段階で、羽化した後にね何らかの問題があることを不全っていうんですよ。大体はですね、この辺のここがこうしねうまくこう締まりきらなかったりする場合がほとんどなんですが、これちょっとね見つけちゃいました。あれ、治ってるし、なんだよ、不全じゃなかった。いや、よかったわ。最初ねこれね、なんだろう、ねじれてたんですよ、ここの節がぐにゃんって。治ったわ、寝違えたみたいな感じか。すまんな、すまんすまん、寝違えた。はい、ということでこれがねダビソン二股クワガタっていう、クワガタなんですよね。はい、大きいとね非常にかっこいいんですけれども、うちでね一番でかいやつちょっと最後に見せようかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、これインドのねクワガタで、インドのねアルナーチャルかな、うちは、うん、っていうところに住んでおるクワガタです。最初ね日本にやってきた時にはねクソ高かったらしいんですよ。だけどねバンバカ産むもので価格がね一気に暴落したという悲しみの歴史を含んだクワガタでございます。はい、じゃあねちょっと大きさ測りついでにちょっと大きいねオスも一緒に見ていこうと思いますので、よろしくお願いします。はい、それじゃあですね、先ほどね掘り出したのはこの先ほど取り出したこのねちっちゃいねちょっとねクワガタ何ミリだったでしょうか。果たして何ミリか、じゃん、64ミリです。はい、
まあ、あの普通にちょっとこうね、あの禁止瓶とかでひょひょいっとやっちゃうと、まあ、こんなサイズになっちゃう印象ですね、私の想像としては。はい、60代ですね。いって70代ギリかなっていうところです。70代ですね。まあ、60、70喜んでということにはちょっとならない。70、80喜んでになってるんですけど、私の場合はですね。だいぶ古い CM だな。最近やってないな。ではね、この64、ここに成虫をね、入れとく管理のやり方です。ここに入れときましょう。こうやってね、ちゃんとラベル貼ってね。OK、よし、この子はいいとして、せっかくなんでね、うちで羽化した最大サイズ77ミリなんですけれども、さっきのとね比べてね、どんな感じで違うのか見ていただきたい。結構ねサイズね違うとね、うわってなるんだよね。いきますよ。ドゥーン、ドド、あれ、ちょっと視聴者さんの、相変わらず言えねえな、視聴者さんの声がね、直接ちょっと私には今聞こえないんですけれども、でけえってなってることを祈ります。なんか新着来たな。はいね、でけえことを祈っていきますんで、これねどうですかね、これほらかっこいいでしょ。このサイズだとだいぶかっこいいんですよ。ダビソン二股クワガタ。ね。かっけーなー。ねえ、このようにね、少しほら、日本のノコギリクワガタみたいですね、横から見るとね。この湾曲した感じ。だけど、こう湾曲しないのか、むにょってね。うん。これいいですね。これが77ミリです。はい。なかなか大きく浮かしてくれましたね、最初にしてはね。うん、ですのでね、まあこれもね、あのブリード、まあもうちょっとかな、二股クワガタはね結構その、あの急ぎ気味でやりたいんですけれども、もう少しかな、まだ餌食べてないんですよこれ。うん、メスはいっぱいいるんで、メスはねもう万全だと思うんですけれども、うん、餌を食べだしたら、ちょっとね考えようかなと思います。いいクワガタですよ。ぜひね、あの価格が下がったとしても、あのいいクワガタはいいクワガタ、いい虫はいい虫なので、皆さんぜひね気に入った個体を選んで飼育してみてはいかがでしょうか。はい、ではね、まああのうち、あのカブトムシクワガタね、あと寄虫ですか、いろいろちょっとやってますので、皆さん苦手なね虫もいるかと思いますが、もしかしたらこの動画見ると苦手じゃなくなるかもしれませんね。うん、それちょっとそう思った方にはちょっとチャンネル登録してみてください。はい、では今日は以上になりますね。また次の動画でお会いいたしましょう。この舐めるように、舐めぞうくん、ちゃんと閉まってんな、お尻完璧だ。